サーブ91サフィールサーブ91サフィールサーブ91サフィールは、スウェーデンのスベンスカ航空機株式会社で製造された3座と4座の練習機である。リンシェーピングのソブで202機、オランダのドルトレヒトにあるデシェルデ社で120機が生産された。1945年12月20日に初飛行したサーブ91は、以前ビュッカー社に勤務していた。 アンデシュ J ・アンデションが設計した全金属製の機体である。アンデションはビュッカー社で全木製の B181 ベストマンを設計していたため、サーブ91はそのコンセプトの多くをベストマンと共有していた。サーブ 91A は 125HP の4、気筒エンジンでハビランドジプシーメジャー 2C か 145HP のジプシーメジャー10を搭載していた。 91バイト、B-2 と C は 190HP の6、気筒エンジンライカミングを -145、14 91D は 180HP の4、気筒エンジンライカミングを3 6 0 a 1A を搭載していた。サーブ91は、後に、サーブ29トゥンナンジェット戦闘機に使用される、新しい後退翼の低速テスト用のプラットフォームとして使用された。 フィンランドのサーブ91サフィールサーブ91は5つの派生型で合計323機が製造された。スウェーデン空軍、ノルウェー空軍、フィンランド空軍、オーストリア空軍、チュニジア空軍、エチオピア空軍で練習機として使用された。日本でもガデリウス商会が日本総代理店となり91バイトが航空自衛隊の初等練習機として提案された。だが、 初等練習機には T-34 が選定されたため、一機のみ防衛上技術研究本部が購入し、エストール機研究のプラットフォーム X1G として使用された。民間での主要なユーザーは、エールフランス、ルフトハンザドイツ航空と、オランダ、フロー人間近郊のエールデにある飛行学校で使用された。サーブ29の開発中に、 初期のサーブ91の試作機にサーブ29の後退翼の縮小板が取り付けられ、この機体はサーブ201実験機と命名された。同じ機体が後にサーブ32乱戦用に設計された主翼を取り付けられサーブ202と命名された。オーストリア、エチオピア、フィンランド、日本、ノルウェースウェーデン、チュニジア、元、ルフトハンザドイツ航空の訓練機のサーブ91。 サフィール・オーストラリア・フランス・ドイツ・パラグアイ・サファー・インザヤー。ありがとうございます。